にちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話も入れながら大相撲の世界をお伝えするまっチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの陽武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。早速ですけども質問に参りたいと思います。はい、こちらは、三重県にお住まいの30代の男性からの質問なんですけども、相撲界に兄弟力士はどのくらいいますかと、こういうね、質問ですが、いかがでしょうか。そうですね、結構いますよ。あ、うん、どちらも幕内力士となるとね、うん、古くはあの赤鷹兄弟、はい、これはもう超有名ですよね。またあの坂岡寺尾の兄弟、あの今の錣山親方ですかね、はい、兄弟、まあ、それとあの私も対戦したことあるんですけども、はい、荻の花荻錦というね、今の出羽の親方ですね、はいはいはい、の兄弟、はい、これはもう2人ともと対戦したことあるんです。あ、そうなんですか。はい、で今もそうですね、現在もね、重量以上で見ますと、はい、若元春と若隆景というね、はいはい、力士がいます、はい、あと千代丸千代大鳥、はい、秀ノ海翔猿、うん、あとあの美ノ海、木崎海っていうのも兄弟力士です。それが2人とも重量以上っていう場合に。そうですね。そしたらその兄弟はみんな部屋は同じっていうことなんですか。大体一緒なんですけども、先ほど例に挙げた中では、はい、秀ノ海と翔猿は違います。うん、お兄さんが秀ノ海って言うんですけども、はい、は木瀬部屋です。木瀬部屋、はい、弟の翔猿は追手風部屋です。はい、そうなんですか。はい、部屋が違うっていうケースもあるんですね。はい、じゃあ部屋が違うとなるとこう対戦とかもあるんですか。部屋が違っても兄弟や、はい、まあ親戚関係にあたりますと、はい、あの対戦はありません。そうなんですか。うん、またあの後に親戚関係になるというケースもありますよね。あ、例えばあの、はい、昇天楼って現在の北陣親方と言うんですけども、はい、あの北陣親方は、はい、極天鵬のね、はい、友綱親方です、はいはい、の妹さんと結婚したんですね。そうなんですか。はい、なのでそれ現役時代だったんで、はい、それ以降は極天鵬と昇天楼っていうね、はい、あの対戦は組まれませんでした。それまではあの対戦やってました。はい、っていうことなんですね。はいはい、まああの兄弟力士っていうのはそうしたら結構ね、あの下の方にいますよ。幕下以下のにも結構います。はい、松本さんの部屋にもいましたか。そうですね、私在籍していた頃には、うん、兄弟力士が2組いました。あ、 そうまあ、そのうちの1組はね、双子でした。双子で入られた。はい、そうですか。双子って見分けつきました。来た時にはね、分かんなかったです。でもね、これ一緒に暮らしていると、うん、わりかし分かってきて、もうあの、1ヶ月もすれば、うん、どっちがどっちかも完璧に区別がつくぐらいに分かります。そうですか。はい、相撲界にね、はい、兄弟力士が多いっていうのはですね、はい、まあちっちゃい頃から一緒に道場に通うなどしてね、うん、またあの親方がお兄さん誘いに行った時に、はい、でっかい弟がおったらその子にも声かけて君も大きくなったら来なさいっていうことでね、そんなケースもあります。あ、ね、あ、そうですか。はい、またね、うん、親子も多いですね。はい、お父さんがやってて息子さんが入るとかいうケースですかね。そうですね。はい、まあ、私の世代の力士の息子さんも何人か入門しています。はい、対戦した力士の息子さんとなるとね、どうしても興味深く。はい、ということでね、結構ね兄弟力士っていうのも多いし、また親子とかで力士になってるそういうケースもねかなりあるという、そういうお話でした。はい、ありがとうございました。はい、ではね、その次の質問なんですけども、はい、こちらは大阪府にお住まいの30代の男性からです。土俵、はい、ね、土俵の構造っていうのはどうなってるんですかと、全部土で固めてるんですかという、こういう質問が来てるんですけどもね、はい、あの土俵どうなんでしょうか。そうですね、あの、まあ、土俵っていうのは作るのはですね、はい、呼び出しさんが作るんです。はい、そうですね、以前のね、はい、チャンネルでもちょっとそういう話題出ましたけども、ね、土俵はお呼び出しさんが作る。うんうん、まああの巡業などね、体育館に土俵を作るときは、まあ、あの聞いた話、簡易的にね、下にこう台を引いて上げ底みたいにして、はい、上にまあ土を持って、はいはい、それを固めていって作るっていうパターン。それでも大変でしょうか。そうですね、まあ大きいですからね。でもあの本場所になるとですね、これあの簡易的じゃないんで、そうですね、全部を全部を土で作るんです。はい、
なりの、ね、そうですね。だからあの呼び出しさん前も話しましたように45人ぐらいいるんですけども、全員総出で作ります。はい、その土っていうのは専門の土を使っております。まあ、あの一般的な荒木田というね、土俵に適した土があるんですけども、それを注文して、あの作っております。はい、だね、あの土俵の中にはね、あのあるものが埋めてあるんですよ。土俵の中に埋められているものが、お金じゃないですよ。何ですか？あの土俵のあの仕切り線の真ん中、だから仕切り線があったらちょうど中央のど真ん中に、これぐらいの、あの四角い穴を掘るんです、でこの時に、あの土俵祭りって言って、行司さんがこう神事をやるんですけども、スルメなどをね、するね、そうなんですか、あの縁起物の入れているんです。そうなんですね。それはあの土俵祭りと言いましてね、あの土俵相撲が始まる前には絶対、使う前には絶対行われることです。そういう神事があるっていうことなんですね。お酒をまいてね、ちゃんとやって、土俵を清めて、あのお相撲さんが相撲を 取る状態に持っていきます。はい、ということでね、まあ、土俵っていうのはこう呼び出しさんがこう土で作っていると、まあ、その中には神事であるので、こうスルメなんかも埋め込まれているという、ちょっとね興味深いお話を伺いました。はい、はい、ということで、本日もありがとうございました。まちチャンネルではまた皆さんからの質問を受け付けておりますのでね、どしどしお寄せください。ではありがとうございました。また明日。